ポンジ、あんたがパンジだったのね。全く気づかなかった。どうして形が変わるんだ。おやおや、どうもよ。コートを着ただけで俺がわからなくなるのか。卑劣だこいつ。パンツは形で勝負するんだ。コートを着たら別のキャラクターだ。髪型を変えただけでも別のキャラクター、常識じゃないか。パンジ、どうして人間に変身できるんだ。不公平ではないか。人間はパンツに変身できるのに、なぜパンツは人間に変身できない。パンツに変身できるのは愛の戦士だけ。つまり俺は選ばれたのだ、愛の戦士に。そんなことが認めない。おや、友よ、慌てることはない。お前も選ばれたんだ。俺に実験第1号として選ばれたんだ。発射、洗脳電波。やめろ。俺たちに見せてくれ、大量の愛を与えられたパンツがどんな姿になるのか。パンツ、パンツ、なんなんだあいつが。どんどん膨張していく。パンジ、貴様、我が友を何に変えるつもりだ。何に。パンツを愛するパンスターだ。ササラです。洗脳電波を受けてモンスターに変貌してしまったバカさん。なんかロックマンとかに出てきそうなアーマーつけただけっぽいですが、パンツのモンスター、略してパンスターですね。敵から声援をもらうという変なポーズ。このバカさんが。敵のモードが変わった時に強制的に相手に先制を取られるのはどうにかしてほしい。相手がダウンするとロックオンが外れてしまうのも地味に困ってます。お仕置きの時間よ。行きなさい、ユリカ様。お黙りなさい、このバカさんが。少しでダウンは辛い。あと一発なのですが、遠距離攻撃が出ません。新しい状態異常のようです。大丈夫か、我が友よ。クールクマパンツ、よかった、やっと元に戻った。すごい効き目だ、洗脳電波。次は来賓各位、歓迎会の開幕だ。愛で満たされた電波の装填が間もなく終わる。みんなでパンツへの愛を思う存分見せつけてやろう。パンジ、どうしてこんなことをするの。どうして。もちろん
パンツとして愛されるためだ。お前には分かるまい、人間よ。いいえ、分かるわ。パンツに変身した私も愛のぬくもりを感じたから。黙れ。人気のないパンツの気持ちなどお前に分かるものか。努力し続け、自分を変え。なのにやはり人気がない。努力変える、コート一枚羽織ることが変えるですって。驚いた。お前がそこまで愚かだとは。パンツは形で勝負するもの、コートをつければまた新しい形なんだ。俺が一体いくつコートを変えたと思っている。知るもんですか。それにあなたは他の人を好きになろうとしたことはあるの？自分を好きになってもらおうとするだけで自分からは愛さない、これが努力って言える？俺が人を好きになる、そんなことわかるものか。俺はただのパンツだ。愛されれば十分なのだ。ついに黒幕サンジとの決戦です。人気のないパンツの猛面、その強さとは一体。という前置きはともかく、まずは選択肢と白パンたちを倒してしまいましょう。しまったので、ちょっとだけサンジの HP を削っておきます。愚か者め、パンツの生き方を教えてやる。これで洗濯機は全て破壊したようですね。しかし、月面で洗濯機に飛び回るパンツ、なんともシュールなバトルシーン。お黙りなさい、このバカさんが。って、洗濯機まだ残ってるやん。ですが、せっかく使った情熱ゲージ分は、サンジの HP を削っておきます。これでようやくサンジと一騎打ちですね。こっちは必死ですが。フリッカ様、お黙りなさい、このバカさんが。お仕置きの時間よ。遠距離攻撃でちまちま削っていましたが、ここらで一気に攻めましょう。お黙りなさい、ですが、なんとスピン、インパルスが届かない。せっかくの情熱モードでしたが、有効に攻められませんでした。強引に近づこうとすると返り討ちにあってしまいます。そこでやはり距離を取ってちまちま削るしかないようです。
愛されれば十分。これがパンツのやり方だ。セリフが入ったので攻撃パターンが変わったようです。お黙りなさい、このバカバカ。こちらの攻撃が入りました。パンジの HP も残りわずか、一気に押し切りたい。さすがは愛の戦士。諦めなさい、パンチ。あなたはユリカのパンチへの情熱を感じないの？どんなパンチであろうと、ユリカはみんなを好きになるわ。それなら俺を好きになって俺を吐くがいい。いや、見ろ、お前みたいな口先だけで友人面をするようなやつ、俺は大嫌いなんだ。パンツの形に関わらず、みんなが愛される世界、俺が作るのだ。